もざ。わしやがなマフィアカジタです。わしやがな中村一です。何です、災いの音色です。さあ、そしてこちら大川ブクブでございます。大阪の大川です。はい、よろしく。おや、とんでもねえことになってきたぞ。俺はびっくりしちゃうけど、中村さん、まずそれ何なんですか？オタマトーンっていうんだけど、オタマトーン、まあ、一応楽器なんだけど、こういうつもりじゃなく持ってきたら、ハッピーバースデーのね、譜面が入ってたわけよ。あら、だからこれはやらないとって言って、わざわざ練習してくださったんですね。しかし珍しいですね。ダメだ。僕にとっての粗末さんは金。ごめんなさい、買います。じゃあ金じゃないですね。金と、いや金だな、金です。はい、頑張って。できた、行って。よしよしよし、後半頑張ったんだが。いや、ちょっと焦りました。水木さんの追い上げに。がっかりしました。もうファンやめます。もう水木さんのファンやめます。絶対言っちゃダメなやつだ。これはね、 2-1 ですね。これはね、やっぱりファンやめますって言っちゃったけど、本当はそんな気持ちはないから。リベンジマッチね。リベンジマッチで、はい、ここで水木さんのかっこいいところを見て、再びファンになろうかなって。やりましょう。思いますね。超ユンファ対水木なら。おお、ちょっと待って、ちょっと待って。あれ、これ超残り時間。あ、いたー。よっしゃー。あ、いたー。あ、うわー、ミリ勝った。ミリ勝った。ギリギリ。やった。ギリギリだよ。めちゃめちゃいい勝負でしたね。がっかりしました。水木さんのファンやめます。クソ松。え？人様から借りたものを返せない男なんて、きっと一生童貞だぞ。いいのか。わかった。今日の夜8時ならイグニッション。トッチ。トッチ。どうしたのカラマス兄さん。などうしたの。ちょっと危ない。事情が変わった。どうなんでしたっけ。大丈夫、最初カラマツのポーズをやってください。いや、ちげえよ。これ乗るんじゃない。今のこいつのがやってるスーパーヒーロー。違うから。これでいいならいいけど。行かれた。一応、いや、やってよ。やってよ。プロだろ。プロだろ、やれ。で、あ、これね。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか中村新鮮だね、こういうのやってるの。で、トッティ、トッティは？トッティは？トッティは？トッティ。トッティ、せーの。あ、違うんだよ。前も目立つなよ。目立ちたがりや。マスターな。トッティ。どうだ、え、なに、もう一回ね。あ、これね。あ、オッケーオッケーオッケー。これね、手見、三分ち。こう中村さん、ちょっと抜いてもらって、ちょっと。いい笑顔で。あ、いいって。やめろよ。叩くな。やめろ。じゃあお前から始まったいいですね。いいですね。じゃあスタンバイしてください。スタンバイしてください。やりますか。じゃあ、いや、兄ちゃん、ま、兄ちゃん、あれ可愛いな、あいつ。いきますよ。行くよ。もう何にも思い出せないんだけど。こうだ、こうと、こうと、
こうよ。そうそう、うん、いいね。何だ、面白いな。なんだあいつ。じゃあキャストチームの、キャストチームの挑戦ですよ。頑張れよ、10万かかってんのか。よーい、はい、スタート。カラマツ、イチマツ、トドマツ、イチマツ、カラマツ、トドマツ、誰誰、トドマツ、トドマツ、イチマツ、カラマツ、イチマツ、トドマツ、あいつ煮込まなくなってんじゃん。1月これいつまでやんの、これもう息子、これもう息子勝ちでいい、はい、えいつまで、あ、もう一回、もう一回、もっとやる、いい。ちょっとサマー仮面やった後きついわ。でも中村さんの可愛いですよ。そうですね、そう、中村ね、バランスの悪さが。そう、あのね、バランス悪くせにジャンプしちゃうから、こう出てこうしないよ、ジャンプしちゃうから。あ、止まった止まった。中村くんね、動きは軽やかな、目が大きくなる、目が、動きは軽やかなんだけど、嬉しい、いるって。で、その時に、はい、ブチャラティ役の中村雄一くんと、うん、はい、その前に話してて、はい、とんでもない子がいるよって、うん、なんか見た目がジョリンっぽくて、あと声の出力が半端ないんだよって。うわ、もうその時から実は噂になってた。うわ、うん、嬉しい。やべえやつがいるって。やべえやつ、敵スタンド使いみたいな印象だったんですね。や、危ないやつっていう、はい、すっかりしてた夏ですが、はい、夏といえばやっぱりゲームですよね。これ毎回聞くんでしょ。そうですね、夏といってもゲームですかね。あ、そうですね、夏は暑いから家でゲームするんですよ、うん、冬は寒いから家でゲームするんですよ、うん、春はね、花粉が飛んでるんで家でゲームするんですよ、うん、秋は肌寒い日がちょっと増えてきたんで家でゲームするんですよ、うん、その通りです。なんか昔ほら飛行機で捕まったことあるでしょ、あれ、工場で。それ流せないやつじゃねえよ。また使われなくてドキュンかなんかかかるやつだろ。そうそう、僕は初めてじゃないんだけどね、うん、東京で生活をするという飛行機に乗ったその飛行機で、警備員に捕まりましたからね。前でも一回ラジオで言ったよね、俺。言いましたよ、これ。逃げらかなんかで言って。うん、またチャカスかって言ってたよ。そうなんですよ。モデルガンを、リュックというか荷物に入れてたら、うん、それが X 線検査で引っかかってね。そうそう、引っかかりますよ、うん。銃が映ってると。うん、で、だから、ざわざわし始めて、そうそう、しますもんね。空港のね、空港、うん、航空警察みたいなのが、5人ぐらい、うん、もう腰に手をかけて、それ来ますよ。来たんだよね。それ来ますよ。それで、ちょっと開けてもらっていいですかって言われて、うんうんうん、もう一個まずいことがあって、うん、エアガンだけじゃなくて、うん、手錠もあった。そうなんですよね。遊びで使う、遊びって、あれをサバイバルゲームとかでね、はいはいはい、使う手錠が入ってて、ね、それもきっちり映ってるから、うん、開けて、あ、これ、あ、でもって言ってたら、刑事の方ですかって書かれて、いや、おもちゃです。って言ってですね。Suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides darle a la campanita para que te avise de nuevas subidas. Aquí tienes otros vídeos que pueden interesarte y, si te apetece, aquí tienes mis redes sociales. ¡Nos vemos pronto!